さあ日本のここまでのゴールシーンです。まずは初戦のアイルランド戦、ペナルティーコーナーから及川のシュートが決まって1点ビハインドから追いつきました。改めて永井さん、いかがでしたか。そうですね、及川選手もオランダでこのドラッグシュートを随分練習してきてまして、非常にコースも良かったですし、相手のキーパーも反応できなかったですね。はい、しかも1点を追う展開で中川さん、はい、執念で追いつきましたね。そうですね、ここで追いついたのは本当に大きいと思います。はい、しかもこれ加藤も飛び込んでいたんですよね。そうですね、加藤選手がもう本当に得意とするスライディングで良かったと思います。そして第2戦のイングランド戦、開始早々3分、左サイド清水からこぼれ球、押し込んでカリノ、リオオリンピック金メダルのイングランドから先制点を奪いました。これは世界が驚愕したと思うんですが、永井さん、はい、どうでしたか。まあ、清水がもういつも得意にしているリバースの、はい、ヒットから、まあ、間にいた永井友理に合わせたとは思うんですけれども、そうなんですね、ちょっとずれたんですが、永井がちょっと触ってコースを変えたので、イングランド選手のミスを誘いましたね。はい、まあ、シュートはカリノ選手が非常によく決めたと思います。第3戦ポーランド戦、永井友理から永井葉月シュート、豪快なシュート決まった。永井姉妹のホットラインから生まれた先制点でした。永井姉妹のお父さんではあります永井裕二さん、いかがでした。これは、まあ、本当にしっかりターンオーバーしてショートカウンターのパターンで、まあ、永井裕二が1人かわしていいタイミングで永井葉月に合わせました。中川さん、はい、やはり桜ジャパンには欠かせない2人ですね。そうですね、とてもいいシュートで良かったと思います。はい、息の合った姉妹のコンビを見せました。第4クォーター、清水のキープからです。浅井に渡して中へ、野村ワンタッチ、チャンスになるシュート、これが外れますがこぼれ球、反応して野村、豪快な2点目。いや、永井さん、清水が光ってましたね。まずね、そうですね、清水は非常に安定したボールキープをしまして、まあ、そこからそこが起点で野村に、はい、合わせ、野村がダイレクトパスということで、はい、狩野もよくリバースで押し込んだんですけども、はい、こぼれ球をきちんと野村が最高のシュートをしたと思います。